ビクトル・シャルトンはフランスの画家である。リオンに近いイゼール県のブルゴアンジャンユーの裕福な家庭で育った。美術や文学を好んだが、パリで法律を学び、パリやリオンで法律家として働いた。1893年に資産家の娘と結婚した。1894年にリオンの美術協会の展覧会に絵画を出展し、 その年パリのフランス芸術家協会の展覧会にも出展した。1902年に画家に専念する決心をしてパリに出て風景画家のエルンスト・ヴィクトル・アローやルイエメ・ジャピに学んだ。パリのモンマルトルやリュクサンブール公園、モンスリー公園を描き、プロバンスやブルターニュで活動した。1905年にはアルジェリアに旅し、1913年にはスペイン。 イギリス、ベルギー、オランダを旅した。1903年にサロンド・トンヌの設立メンバーになった。展覧会で1910年に戦外科作、1912年に銀メダル、1913年に金メダルを受賞した。フランスのいろいろな展覧会やアメリカなど海外の展覧会に出展した。1910年頃からピュイドイコールドーム圏のミュロルで、 ミュロルの司祭でもある和歌のレオンブーダルを受訓した。ありがとうございます。